にちは。若干おはようございます。こんにちは、ゆたゆりなです。というわけで。今日もね、ちょっと、早いですけども 今日もね、帰ってくるのがね、遅いんですよね。そう、また22時半とかになっちゃうから、ちょっとそっからショールームする気力は私にはちょっとないので ちょっとないので、先にねやっておこうと思って 正式なスケジュールをチェック。今日15だよね。あ、びっくりした。焦るわ、マジで。人の顔変えて。よしよし。っていう感じでね。今日寒いよー、だって。いやー、マジでそれな。もう嫌なんだけど、寒いの、マジで。マジで勘弁。最悪なんだけど、この世で寒いのが一番嫌い。この世で寒いのが一番嫌い。なんか、もはや今日ダウンでいいんじゃねって思う。いや、分からん。まだ外出てないけど、暖房ついてるし、この部屋 本当の気温は知らんよ。てか寒すぎるとさ、耳痛くなるし、頭痛くなるからさ、めっちゃ嫌なんだよね。寒いのも暑いのも嫌ですよ、もちろん。暑いですもん、だって汗かきたくないし。それな、風邪ひくとしたらもうあれやろ。シンガポールにさ、今度行くけどさ、シンガポールの気温差、寒暖差でやられないかが心配ですね。こっちがだって寒いじゃん。でもさ、あっちはさ、あったか、暑いわけじゃん、もはや。そのさ、寒暖差でやられないか心配なのと、あと仕事上めちゃくちゃ人が集まるわけよ。
そこにさいるから、何百人集まるところにさいるからさ、マジでちょっとその辺の心配ぐらいかな。そうか、マジで。てかさ、ショールームマジでどのタイミングでしようって感じなんだよね。そう、なんかそうなの、マジでどうしようって感じ。結構ね、結構どうしようって感じ。結構リアルに割としっかりめにびっちりだったんですよ、朝から晩まで。そう、どこでさ15分やろっかなっていうちょっと心配がありまして。そう、その心配もめちゃくちゃ心配なんですよね。シンガポールとの時差、まあでも、もう本当に正直もうできなかったらできなかったで、ちょっともうチケットを使わせていただく、いただくしかないし、あとなんかホテルじゃないとできないんですよ。 Wi-Fi がホテルだとあるけど、あのホテルじゃない時はそのポケット Wi-Fi を共有なんですよ。だからこう1人がギガをいっぱい使うってことができないから、そう、外で例えば移動中にじゃあちょっと15分だけとかよくあるじゃん、こううちらだったらね。それができないから、絶対にホテルにいる段階でしかショールームができないってなると、ちょっと微妙い。だからちょっとマジでなんかもう本当にゲリラの、マジでゲリラのもうワンチャン無理だったらチケットしかない、もうチケットしかないっていう感じだね。シンガポールで検索結果出てこないけど、なんで？世界時間。シンガポール今10時24分、ちょうど1時間やな。そうね、1時間はあっちの方が遅いから1時間プラスで考えないかのか。うわー、プラスじゃないわ、マイナスって考えないかのか。あ？ってことだ。ってことはシンガポールの方が遅いから、シンガポールに行った時は例えばじゃあ23時までにはショールームやらな、あ、しょ、え、23時までには23時がタイムリミットってことか。わあ、そっかそっか、23時までか、結構早いよ、結構早い。結構早いな。しかもさ、まあ、今回さ一応仕事で行くんやけどさ、仕事で行くんやけどさ、まあ、そういろいろとねめちゃくちゃあるわけなんですよ。だからマジで本当ショールームどうしようって感じね。どうしようかな。なんか AKB のさ仕事だったら、あのよくあるのはさショールームしないといけないからってこうスタッフさんに言えばさあ、それは大切だねみたいな配慮してもらえるんだけど、これはあの何なんていうのじゃないから、そうこっちが合わせるあれだからさ、もうワンチャンね、マジで無理だったらもうチケット使うわ。ほんと使いたくないんだけど、ちょっと使
使うね。しかも結構早起きなの。普通にシンガポール行った時とか、普通にも8時にはもう集合だったり、8時には絶対とか、だからもうマジで7時とかに行けなあかんかもしれない。メイクもせなあかんしね。と思うともちょっとマジでショールームに関しては本当にあ、マジで申し訳ないって感じ。本当に申し訳ない。あーやばい。私何が一番心配かって、ショールームより心配なことは舞台のお稽古にこの4日間参加できないのがマジで痛い。マジで痛い。本当にマジで4日ってマジででかいんよ。多分もううちが次行くってなったら、もう多分次はもう台本話して覚えて、そういう体でもう動けないとダメなんですよ。だからもう4日行けないってめちゃくちゃでかい。もうほとんどある程度の多分半分あのうちが4日間行った後、多分半分ぐらいのシーンは済んでると思うんですよ。もうバー位置付けもろもろ、それがマジで怖い。なんかうちが出ないシーンが多かったらいいんですけど、そうもいかんからさ、ちょっと不安だな。これが一番不安かも。うちは何よりもかによりも一番の不安はそこですね。やっぱ実際にねやらないと本当覚えられないんですよ。つかマジで今回セリフ覚えられない。なんか前回の舞台の時もう稽古の時は台本もなんか持たずにって言われて、持たずにやってて、もうねうちの今のこの稽古ももう台本ねほとんどの人持ってないの。うちマジ覚えられんくて持っとるんだけど、ほんと持ってる人マジで少なくて、ほとんどの人みんな持ってなくて覚えてやってんだけど、もう今回ほんと覚えられん。前回のやつは稽古の時持たないって言われて持たずにずっとやってたんよ。もう今回ほんとに覚えられなさすぎて、多分なんかそれも普段自分が使わない言葉と言わない言い回しすぎて多分入ってこないんだろうね自分の中に。そうなんかまだ演じててしっくりこない。そうだからもうこの4日間本当にやばい。マジでやばい。あーなんでかぶってるんやろマジでなんでかぶってるんやろってすごい思うわ。でもなんか私その他の人でもっと忙しくて全然稽古参加できてない人とかもいらっしゃるんやけど、そういらっしゃるんやけど、でも私は本当にそんなめちゃくちゃ経験ある、あのよくねマリアはね出てるんですよ私の、あの今回あの出させていただくね、それであの今回演出とか担当してくださってる方になんか、そうこの間ねマリアもねよく出てるんだようちの舞台って言われて、あそうですよねって言っとった。そうでなんかエイトでしょって言われた、あそうですよって同期ですって言ったら、あ同期なんだって言われたそう群馬だよねって言われて、そうどこなのって言われて、香川ですって言ったら、うどんかって言われたそうなのやばいのよ。なんかすごいなって思うのは、本当主演の人のセリフってマジでえげつないんだけど、本当台本持たずにやってるからマジですごいな。あーやばいよ。うち何がやばいかって、昨日のシーンと今日のシーン稽古するシーンが一番多いの。他のねシーンはねそんなに喋んないんだけど、ここの昨日やったシーンと今日やったシーンが一番喋るんですよ。そうこのシーンさえ覚えれれば、あとはなんかパラパラとしか喋らないんだけど、今日のシーンがマジでやばくて、ずっと昨日の夜からやってんだけど本当覚えられんし、多分絶対変更があるんですよ。変更があるくて、昨日もその稽古場行った時にその、ね、立ってやるってなった時変更、台本変更でいろいろセリフ変わったりとかしてたね。今日絶対やるんだろうなって思う、うちのセリフ見てたら
ありそうって思ってるかさ、その変更の変更の言葉をちょっとやりましょうってなった時にすぐね覚えられないのよ、うち。でもそれが本当に一番苦労する。なんか元々の台本で覚えちゃってるから、もう変わったってなるともうごちゃごちゃになっちゃうわけ、頭の中で。あ、どれがどれだっけみたいな。そう、なんかさ、頭やっぱさ、普段あバカだからさ、本当あのそういうとこダメだなって思う。あー、やばいよね、記憶力の悪さ本当に。まあでも本番までにはどうにかするけどね。このシーンが終わったら次のもう一回やるときまでは絶対に台本は持てないから、もうそこまでには意地でも覚えないといけない。キャー、やばいよ、怖い、マジで4日間痛いな、ほんと4日間痛い、どうしようし、なんか4日間でもさ、台本さ持っていきたいけどさ、台本取られたらどうしようとも思うんだよね台本持っていきたいんだけど、台本ね取られたらどうしよう取られたらもう終わりなんだけど、うちどうなんしようって感じ。そう取られたら終わりだよね。蹴りの中にさ、あの蹴りの中にさ入れとくけどさ、でも今までね、海外行ってその何蹴りの中のものが何かがなくなったってことはないんだけどね、もう何があるか分からんじゃん。日本は本当になんかよく海外の人がよく言うけど、マジで治安がよろしすぎますから。そう、でも私紙じゃないと覚えられんの。なんかこうよくデータとか、うん、あとはこう何写真とか撮るとするやん、ほんと覚えられないんだよね。ダメなの、紙じゃないと覚えられなくて、私結構セリフ紙をこうやって見ないと覚えられないから、紙を持ってでもね、ぶっちゃけ台本持ってっても台本を見る時間はね本当にないと思う。多分朝からスケジュール見て帰ってきて、多分本当にお風呂入ってバタンキューコーって寝て、次の日また早く起きてみたいな、そんな感じだから、もう絶対になんか見れる時間ないんだけど、でもなんかね、ちょっとでもさ見える時にさ見とかないとさ、4日分をさ1日でさ覚えることなんて絶対できないから。そうねえ、どうしようって感じ。そうなんだよね。やん、どうしようコピーね、うわ、こんな部数コピーしたらもう何千円かかるんだろう何千円かかるんだろうね。そう、時間ね、なんか一応自由時間っていう時間はあるんだけど、自由時間でホテルに帰られないから台本も持ち歩くわけにはいかないから、そう、自由時間ってあるんだけど、自由時間はあるんだけど自由時間じゃないから、そう、ホテルに戻れないんだよね。朝と夜しかホテルに戻れなくて、ちょっとピエンピエンだよね。家にコピー機あるけんコピーしてあげたい、だって優しい優しい。ね、往復の飛行機ね絶対疲れて寝てると思う。もう足マジで朝めっちゃ早いのめっちゃ朝早いのし、帰ってくる日もなんかいろいろとやること、仕事やってから帰ってくるんだけど、結構遅いから帰りの便もね、もう家に着くとマジでもう本当に夜だから、もう絶対寝てるんよ道中ね。だから多分ねマジでカーってなってそうやばいね。でも見れるなら本当に飛行機で見るしかない。でも酔いそう、あ、酔い止め買わないとね。わあ、思い出してよかった、飛行機の酔い止め買わないとだ。飛行機の酔い止め、なんかさ今になってさすごい思ったんだけどさ、いろいろと必要なものめっちゃあったわっていう、あの感じ。マジでどのタイミングで買いに行こうって感じやけど、もう日にちないけど、ははは。
なんかさ、こういうのってさ、後々さ、後々思い出すよね。なんかあれが必要、これが必要って思い出すし、今日の夜ある程度のものは準備してキャリーに、あ、今日ね、やっとキャリー届いたの、今日の朝。そう、やっとキャリーが届いて、そうそうそう、だからやっと荷造りができるんですよね。だから今日の夜帰ってきて、荷造り台本覚えて、でないものをやらないとやばいよね。買いに行けないからさ、やばいよね。あ、やばいやばい、時間だ。ちょっと終了するわ。それぼちぼちぼち、私のお時間が近づいてきましたんで、終了にしたいと思います。だからみんな、とりあえず先に言っとく、ショールームマジでわからん、ごめんよ。なんか時差が1日1時間あるから、朝で言ったら4時、まあでもさすがにそんな時間に起きられんね、多分ね、疲れすぎてね、多分ね。あと多分海外でなんかベッドと生活の雰囲気違うから、多分寝つけない。私昔だったらいろんな県行ってたから、どこのホテルでも結構爆睡できるようになってたんですけど、もう最近そういうことがないじゃないですか。だから久しぶりにホテルとかで寝ると本当寝つけなくて、そうっていうことがあるから、本当にね、多分早起きってそもそも寝れない。だからとりあえず23時、もう本当に無理だったらもうチケット使います。マジで予定が本当に未知数だから、マジここだけは本当にごめんなさいって感じなんで、皆さん本当に臨機応変に見ていただけたらありがたいなって思います。よろしくお願いします。すいません。じゃあランキング読もう。時間が、私ももう言えてないといけない、そろそろ。13位、キリアさん、あ、間違えた。いないわ。13位、ロバさん。12位、流星さん。11位、なかなかさん。10位、ジェリーさん。9位、おかやんさん。8位、みったんさん。7位、文吾会長さん。6位、ツッチーさん。5位、焼き彦さん。4位、ヤングさん。3位、リッチーさん。2位、マックセイトさん。そして第1位はナッティーさんです。イエーイ、ありがとうございます。というわけで、今日も見ていただき本当にありがとうございました。じゃあまた明日のショールームね。明日何日だっけ。16、明日16だって。やばいんだけど、もうやばいね、やばいわ。16だって、時立つの早しだね。頑張りましょう皆さん。じゃあ今日は寒いんで、私も気をつけて行ってきたいと思います。じゃあまたね、バイバーイ。